南米のベネズエラ西部の刑務所で1日、暴動が発生し、受刑者など少なくとも47人が死亡し、75人がけがをしました。刑務所では新型コロナウイルスの予防のため、3月半ばから石鹸を禁止していて、受刑者は食料や飲み物の差し入れが届かず、不満を募らせていたということです。